前方のレッドフラッグが外されます。ランプに注目。レッド点灯、ブラックアウト。今スタート、いいスタートを切っていったのがアウトサイド、岩戸がいいスタートを切っていった。さあ1コーナー、まずはその岩戸からホールショットを奪っていく。綺麗に入っていきました。2番手に関口太郎が上がっています。3番手、石塚ちょっと順位を落としていますね。水野が2番手、はい、関口、名古屋鉄平ですね、名古屋が2番手。さあ、転倒が1台、これは4コーナー手前、3コーナーとの間でしょうか、1台のマシンが転倒しています。ゼッケン29が再スタートという情報が入ってきました。和田ルカです。和田ルカ、今シーズンからこのクラスでスタートアップをしてきました。ちょっと悩ましいコメントも、ね、聞いてきたんですが、その和田ルカが転倒を今また再スタートという情報が、いや入ってきます。石塚が先頭で止まっているという情報ですが、2番グリッドからスタートした石塚が先頭、そしてマシンがとどまっているという情報が入ってきました。さあ、おっと、馬乗せで1台2台でしょうか。今ここで音声が駆けつけますが、1台が最高峰2月マンジからスタートしました。そしてショートのマシンでしょうか。そしてもう1台は、10号車といえば久保ケミン選手でしょうか。13番クルットからスタートして追い上げが楽しみだった久保ケミン選手のマシンという情報が入ってきました。さあ、トップが帰ってくる。さあ、岩戸、かなりその2番手順位を上げてきた。5番手グリッドから順位を上げた名古屋鉄平を引き離す形で1コーナー飛び込んでいきました。オープニングラップは岩戸涼介、2番手に名古屋鉄平、そして3番手佐久本浩介です。その後は小野弘樹、関口太郎、三原壮志、伊藤佑樹、伊達裕太、大木孝之、岩崎哲郎というトップ10。そこに11番手には16番手グリッドからスタートしました最高列ですね、豊島麗が上がってきています。さあ、そして伊勢翔太選手ですね、先ほどの馬立て、そしてもう1台は久保ケミン選手、今久保ケミン選手がコントロールラインを通過してきました。この2台馬の背での転倒、2台は再スタートを切っています。さあ、やはりオープニングラップからですね、まずはアクシデントという状況ですが、石塚選手の情報がちょっと入ってこないのと、そしてまもなく試験員のところ、いいスタートを切っていった岩戸涼介、オープニングラップでは後方2秒854という差をつけています。そして2番手には2列目の真ん中、5番グリッドからスタートした名古屋鉄平が上げてきているんですね。さあ、今トップが通過、そして2番手名古屋、その後ろからは今佐久本です。開幕戦優勝している佐久本浩介が6番グリッドから、2列目の6番グリッドから今3番手順位を上げてきています。そして4番手には小野弘樹、順位は変わらず、そして、関口太郎が1コーナー2コーナーではポジションを上げていったんですが、今こう2周目を終えたところでは 4番手5番手にポジションを少し落としています。6番手に伊藤佑樹、7番手三原壮志がどうでしょう。14番グリッドからスタート、おーっと、転倒したマシンに今乗り上げてしまった形、これは S 字だ。木端の振動、今振られています。2台1台転倒、その上に乗っかかる形で今、後方からの1台が転倒シーン。1台は小野選手のマシンでしょうか。そしてその後ろから大木選手という情報が入ってきましたが、そうですよね、このままではマシンが通過できることがないでしょう。赤旗が今振られています。先ほどの JGP2、3クラスと同様、ここで赤旗がまたまた出されています。
周回数が今岩戸がコントロールラインを切って3周目を終えて4周目に入っていったところ、さあここで先ほどの S 字コーナー抜けたところでのアクシデントにより赤旗が今振られています。ピットへ全車が戻っていきます。さあちょっとまあ3ラップではありますが、オープニングから整理をするといいスタートを切っていった岩戸涼介、そして後方2列目の、ね、真ん中5番グリッドからスタートをした名古屋鉄兵選手武蔵春樹ハルクプロが2番手に躍り出たんですね。そして今現状のこの